それでは行きますよ。皆さん準備はいいかな。ビンゴシュー。16番でございます。はい、続いていきます。ビンゴシュー。48番です。リーチになった人、大きな声でリーチ。はい、どんどん行くぜ。ビンゴシュー。46番。いきますよ。ビンゴシュー。24番でございます。またリーチだ。はい、続いていきますよ。ビンゴシュー。10番でございます。続いていきます。ビンゴシュー。38番でございます。続いていきます。ビンゴシュー。17番でございます。続いていくぜ。ビンゴチュー。23番でございます。続いていくぜ。ビンゴシュー。39番でございます。リーチの方はね、リーチって大きくね、かかり言ってくださいね。よろしくお願いします。続いていくよ。ビンゴシュー。40番でございます。続いていくよ。ビンゴシュー。9番でございます。まだまだいくぜ。ビンゴシュー。34番でございます。はい、次行きます。ビンゴシュー。29番でございます。まだかな。1列揃ったら OK ですからね。いきます。ビンゴシュー。7番です。いきましょう。ビンゴシュー。49番。はい、続いていきます。ビンゴシュー。19番でございます。リーチさん決めました。私ですね、日生中央終点着きましたらですね、車掌なんで運転台変わらないといけないんで、一旦ちょっとビンゴ終了させていただきます。大変申し訳ございません。今まで出た数言いますね。いきますよ。10番、18番、17番、23番、39番、30番、49番、34番、29番、34番、29番、79番、79番、となっております。それでは、車掌私交代しますので一旦終了でお願いします。はい、1号車行くぜ。洗車体験スタート。Woohoo!
気持ちいい。なんか洗車機が新しくなってるぜ。イエッフー、2号車突入か。イエッフー、気持ちいい。洗浄機がなんか緑色の、綺麗な緑色に変わってるぜ。最高。よし、待たせたな、4号車まもなく突入。ママ、最高、気持ちいい。ヤッフこの電車引き続き洗車体験をして三号本線へと参ります。あ、そうそう忘れてました、ビンゴ大会、各社の一等賞の方ですね、その商品なんですけども、ビンゴ大会各社の一等を取った人の商品はなんと5100系妙見型の運転台で写真撮影ができる件です。イエッフー、まずね、運転台で写真撮るってことはまずないんですけども、まあ、今回ちょっとイベントということで、ちょっと待ってくださいね。今回は特別にですね、運転台で写真撮影を許可しまして撮っていただけるという、商品になっておりますので、ビンゴで1位取った方はですね、そのまま電車の中で残っておいてください。あと他のお客様もね、係員の案内があるまでどうぞ座ってお待ちくださいね。それでは洗車体験入ります。1号車最新の洗車機突入。イエッフー、気持ちいい、最高。イエッフー、まもなく2号車突入。逃げた、イエッフー、ルッフー、気持ちいい、最高。さあ、そろそろ3号車突入いくね。3号車突入、イエッフー、気持ちいい、最高。さあ、お待たせしました、4号車へと参ります。4号車が完成突入。ヒュッフー、ヒュッフー、ヒュッフー、ヒュッフは、イベント列車にご乗車いただきましてありがとうございます。まもなくイベント列車終了となります。お出口の方は2カ所となります。ちょうど階段前の方と、川西の出口型、2つ扉がありますので、片に開けるのちょっと時間かかりますので、皆さん座ってお待ちください。係の指示があるまで座ってお待ちください。あと車内にお忘れ物ないようだけご注意ください。あとホームにはですね、5100系不安の鉄道不安の方がたくさんカメラで立っておられますので、ぶつからないようにご注意ください。本日はイベント列車ご参加いただきましてありがとうございました。
取られへんかったって思ったら、まさかこれで取れると思わんかった。